こんにちは、アリキンチャンネルです。今回はですね、トーマスとミカのワクワクドキドキコレクション2の第2弾を紹介したいと思います。はい、第1弾はおーキラキラゴードンが出ました。おー本当にいいですね。メタリック系のおー青ですね。おー本当によくできてる綺麗な、はい、塗装のおーボディですね。おー今回特集はキラキラボディです。はい、これはーゴールデンです。青系です。アリキン、緑が欲しいですはい、じゃじゃーん、トーマスとミカのワクワクコレクションの第2弾2ですね。はい、キラキラボディです。今回の特集は、はい、アリキン狙ってるのは、はい、パーシーとヘンリーです。はい、キラキラヘンリーです。おー、いいですね。あとこちらにはキラキラパーシーです。他は、まあ、青のトーマスとかエドワードです。でゴールドは、はい、前回は第1弾と、あとはハロードですね。あー、いいですね。全員ソロキラキラボディです。はい、ということで注意事項ですね。はい、後ろは、はい、トーマスの説明ですね。あとトミカの、お今回もビカメラで買いました。ではじゃあ開けます。はい、じゃあビニールを外しますね。さあ今回何が出るかな。はい、パーシーかヘンリーが出ましょうに。あ、では取り出します。さあ何が出たかな。1、2、3 2番、おー、エドワードかな。おー、はい、2番のエドワードです。あー残念。おー、緑系じゃなくてまた青です。じゃじゃーん。はーい、でもゴードンにかぶらなくてよかったですはい、おー今回は、はい、2番のキラキラエドワードですね。じゃあ、おー、はい、エドワード顔、あ、かわいい、いいですね。あー本当に綺麗ですね。おーボディが、おーとってもよくできてる。おいいですね。はい、これもベトナム製ですね。はーい、おー2番の、残念、また青色の、機関車ですエドワードです今回。はい、これはゴードンです。おー、はーい、ちょっと違うんですね、形状が。おー、顔がこうなんです。顔も違うんです。はーい、上も、おー、はい、おー、タイヤ周りも違うですね。あー、ギアが。おー、はい、でも良かったです。ゴードンではなくて。はい、今回は、ラインナップの3番のキラキラエドワードです。2番ですね、3体番号。ではじゃあ今からターンテーブルで展示します。はい、トマスとミカのワクワクドキドキフレンズ2です。おー今回は、はい、ラインナップの3番の、はい、キラキラエドワードです。おー3体番号2番ですかわいいですね。おー本当にキラキラして綺麗です、ボディが。では今からプチジラマで展示します。はい、先ほどのプチジラマです。おー今キラキラエドワードとキラキラゴードンが連結して走ってます。おーかわいいですね。
以上です。アリキンちゃんでした。今回はトーマスとミカのワクワクドキドキコレクション2第2弾を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、はい、かわいいですね。今回のシリーズはキラキラボディです。はい、前回はアリチンゲッタしたのは、おー、はい、キラキラゴールンでした。はい、今回はちょっとあの緑を狙ってますけどね、ヘンリーまたはパーシーですけども、はい、今回出たのは、はい、ラインナップ3番のキラキラエドワードです。はい、じゃじゃーん、キラキラエドワードです。おー、車体番号2番ですね。今回も青です。おー、はい、あー、とっても綺麗なボディですね。これ綺麗な塗装です。メタリック系で、はい、キラキラして素敵。顔も可愛いです、エドワード。おー、いいですね、よくできてる。はい、ミニカーです。おー、はい、これはゴールンです。ちょっと大きいですね、ゴールンは。エドワードよりちょっと若干、はい、おー、石炭の方量も多いです。はい、両方もキラキラボディです。とても綺麗な、はい、カラーです。はーい、でもやっぱり緑が欲しいですね。またチャレンジするかもしれません。はい、ということで、では、はい、頼むとお願いします。またね、バイバーイ。